セグロジャッカルは犬飼いの属に分類される、食肉類、特定動物、分布はアフリカ大陸東部と南部に分断されている、アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ケニア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソと体長45から90センチメートル。 尾長25から40センチメートル。体重6から15キログラム。頭部や体側面は、褐色。腹面は、白い体毛で覆われる。背面や尾は黒や白の体毛で覆われ、和名や、英名の由来になっている。次回は大型で、先端が尖る。メディアを再生する、プチハイエナとジャッカルの餌の取り合いの様子サバンナや、アケタ、低木林、海岸の砂漠などに生息する。 オスとメスのペアもしくは血縁関係のある個体からなる小規模な群れを形成し生活するペアは一生解消されないとされる広大な縄張りを形成する夜行性で昼間は巣穴で休む地面に空いた穴や岩の隙間土豚が白アリを食べて掘ったアリ塚などを巣穴にするが深くないものを掘って巣にすることもある食性は雑食で果実ガゼル ディクディクなどの小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫、動物の死骸などを食べる。ペアで縄張り内を徘徊し、採食を行う。ペアや群れで協力し、トムソンガゼルの幼獣などを捕食することもある。繁殖形態は耐性。7から10月に1回に最大9頭の幼獣を生む。幼獣は生後3週間ほどは親と一緒に巣穴で過ごす。 生後5ヶ月ほどで独立し、生後約11ヶ月ほどで生成熟する。その後、幼獣が両親のヘルパーとして一匹親元に残るが、残り方は周囲の環境で変わってくる。獲物が多い環境の場合、狩りができる成長したものから独立していくが、獲物が少ない環境だと兄弟同士で争いが起き、成長の早い幼獣が他の幼獣を追い出してしまい。 残った一匹がヘルパーとなる。そしてヘルパーは生後一年ほどの若い個体は親が次に幼獣を産んだ場合、獲物の運搬や幼獣のヘルパーとして保護を行う。ヘルパーは両親に絶対服従であるが、親の目を盗んで親が隠した獲物を盗み食いしたり、狩りの腕を磨いたりしながらやがて独立する開発による生息地の破壊や家畜や 農作物を食害する害獣としての駆除などにより生息数は減少している。ありがとうございます。